あと2分ぐらいあるのか。なるほど。ああ、本当ですね。あと1分か。なんかいつもとやっぱ映り方が違う気がしますね。ツイキャスの色が。ああ、そうなんですか。ちっちゃい方のスタジオですよね。そうですよね。そのブツブツがサッコさん嫌やって言ってたね。はい。8時30分を回りました。コスパのすすめ、自分の居場所の作り方の時間です。家事にお仕事、お仕事帰りにあともう一踏ん張り、夜勤の方はこれからファイトのこの時間。空間デザイン心理師の柴田美希がコスパをテーマにゆるうりお話しする番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。また、ツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。放送中はツイキャスをチェックしていますので、リアルタイムコメントはツイキャスからもらえると嬉しいです。X も連動しています。スマホの場合はアプリ、リッスンラジオ、またはマイチューナーラジオで聞いてください。FM ギノワンホームページから見ることもできます。いつもと勝手が違うから。イラン吉さんが画像、神戸の海だと思った。海って何だろう？海？ああ、空が海だと思ったってこと。なるほど。はい。こんばんは。今週も始まりました。コスパのすすめの時間です。今日はリアルタイム放送で、お送りしております。マイクがないですか？はい、ありました。FM ギノワンのネット局が今工事中なので、はい、プロのはずのマナミンさんも、今、あわあわ、いつもと勝手が違って。そうなんですよ。なんかこのスタジオから収録するのは慣れてるんですけど、生放送するってなった時に、はい、CM のボタンが、みたいなとか。あわあわしてます。でも大丈夫です。大丈夫ですか？はい。はい、よかったです。はい。で、ツイキャスもね、はい、放送しておりますので、皆さんぜひぜひ見てください。はい。はい、お願いします。そして早速コメントありがとうございます。はい。ヤンキッさん。松葉ガニを食べたミキさん、美味しかったかに？テイラーハウスのマナミン、こんばんにゃーっていうことで。はい。はい。松葉ガニ食べたんですか？早速。松葉ガニの、はい。松葉ガニの
季節をもう終わってるのね、松葉ガニは、うん。あ、そうなんですね。そうです。脱皮をする時期なんですね、カニちゃんたちが。で、脱皮をした後は、水ガニっていう、うん、ちょっとカニの名前を、はい、変えるというか、多分松葉ガニに基準があって、そう呼べないんじゃないのかな。へぇ。そのランクの基準みたいな、はい、多分あると思うんですけど。ある一定のランクに行かないと松葉ガニになれないみたいな感じですか？うん、多分そうだと思いますけどね。はい。まあ、脱皮する前はオスのカニを松葉ガニって言うんですけど、はい。はい。脱皮が終わったら、あ、というか脱皮中ももう水ガニって呼んでるかな。はい。そう、脱皮中のカニの時期もあるんですよ。はい、その時はめっちゃ食べにくいんです。殻が2枚あるんで。あ、そんなこともあるんですね。そうですよね。多分、松葉ガニしか流通しないから、はい、水ガニは多分地元の人が食べるから、あんまり、ね、見ないやつらかもしれないですね。ですね。山内さん、僕も男として脱皮したい。カニだ。めっちゃ面白い。積もってますね。ちょっと想像しちゃいました。はい、そして、はい、矢口さんのところ、東京ですね、24度、昨日あったのに、今日は8度ということで。ねえ、なんか気温差すごいらしいですね。ねえ、いや、うん、関西もまあそこそこはあるんですけど、そんな、そこまで暑いとか。はい、寒いまではいかないですね。こっちは17、8度だったのが、今日10、11度とかそのぐらいなんで。うん。東京ほどそんな、上下しないですね。はい。そうなんですね。そして、純兄さん。はい。はじめまして、愛知の男です。ってことで、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。はじめましての方も。はい、嬉しいです。はい、どうやって見つけられたんでしょうね、相手の方。確かに。はい、生放送はよく聞きました。どっから情報、よくご存知ですね。ねえ、あ、もともとなんかあれですかね、もう、なんか、コメントしないけど、いろいろ聞いてくれてたんですかね。あ、そういうことですかね。なんか、SNS フォローしてるのかな、FM ギノワンの。うんうんうん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。先週ですね、はい、実は収録放送でさせていただいたので、うん、ツイキャスがお休みになっちゃってたんですけど、はい。はい。先週は実はこの、私、今日、後ろの背景を福島県にしてるんですが、はい、ここでお仕事をしておりまして、うん、お休みっていう形になっていました。はい。はい。福島まで、はい。来たんですね、はい。そうなんです。福島で、はい、浜通り、福島ってこう横に長い県なんですね。うん、沖縄ってこう縦に長いので、はい、南部、中部、北部みたいにこう三分割されてるじゃないですか。福島県は横に長いので、こう分割されて、はい、縦に分割されて、はい、浜通り、中通り、会津ってあるんですね。あ、そういうふうに分かれてるんですね。うん、はい。で、その3地域の浜通りっていうのが、はい、海側になるんですけど、はい。はい。まあ、震災ですね。東日本大震災で、まあ、原発事故であったり、津波であったりっていう、すごいいろいろあった場所。うん、はい。で、よく、ね、なんていうんですか、地震速報とかでも、あの頃よく上に浜通り、よく見た気がします。あ、そうですよね。はい、テロップで。うん。はいはい。そうそうそう。そこに行ってきたんですね。で、震災以降、まあ、やっぱり、人が減ったんですよね。それは、まず、お家に帰れないっていう、はい、こっから入っちゃダメっていう区域があったりするので、今でもあるので、うん、まあ、なかなか戻れないっていうところもあるんですけど、行ったところは、双葉っていうところと浪江っていうところに行ってきた感じです。はい。はい、まあ、前泊したんですよね、火曜日の夜に。はい、それがこの双葉、うんうん、今双葉の駅を背景にしてるんですけど、はい。はい、背景の一つが双葉の駅ですね。うん、
ぱりその津波っていうところもあったので、めちゃくちゃこう綺麗になってるんですね。ね、なんか建物すごい新しい感じ。はい。もう何もなくなった場所なので、あ、そっか。はい。全部建て直しになったエリアで、もう、すごく区画整理をされてるっていう感じです。で、その双葉に前泊して、次の日は浪江町に行って、はい、まあ、産業界と観光庁と民間の11団体で福島のこれからを考えるみたいな、うん、浜通り連携協定サミットっていうのが行われていて、はい、今年がその3年目だったんですね。で、どうやって福島を盛り上げていくかみたいな。はい。はい。感じだったんですよ。で、浪江町とかだったら、もともと震災前は2万4千人人がいたんですけど、うん、はい、今、2400人なんですね。はい。はい。でも、うん、うわ、10分の1かって思ってしまうんですよ、外から見たら。はい、うん、このサミットに参加して話を聞いてたら、うん、1割戻ってきてくれたっていう感覚だったんですよ。で、これからもっともっと盛り上げていこうみたいな。うん、そうそう。住民さん、宮岡町、大熊町、双葉町、居住者ごくわずかだと。そうなんですよ。で、2週間前ですかね。はい、あ、3週間前になるのか。うん、石川の地震のね、うん、あのボランティアに行かれてた、矢部さんっていう方に出てもらって、はい、おじいちゃんおばあちゃんがやっぱり地元離れたくないって言ってて、はい、みたいな話があったんですけど、はい、福島のこの浪江のあたりの話を聞いてると、はい、どっちかっていうと若い人たちが戻ってきてくれてるそうなんですよ。そのおじいちゃんおばあちゃんよりも。よりも。そうそうそう。若い。だから、これから、私はこの仕事で、うん、ちょっとこの下の、あの写真になるんですけど、はい、うん、次世代ですね。次世代に、つなげるために、福島の、うん、ですね、うん。次世代に残したい福島の未来っていうのを、テーマに、はい、皆さんに、うん、そこに参画してる企業の皆さんだったり、民間の企業の皆さんだったり、行政の皆さんであったりとか、うん、町民も全然出入り自由だったので、はい、そういう方、その方たちもいらっしゃるんですけど、そういう方たちにどんな風に未来を膨らましていきたいかっていう夢とかを書いていただいたんですね。はい、おー、じゃあ結構前向きなというか。あ、そうです、そうです。で、そこの書いてもらった言葉に対しての絵を描く。うん、っていうようなお仕事だったんです。はい、あ、それがミキさんたちがやっていたこと、はい、この絵を描く。はい。はい、なので、まあ、ちっちゃくて分かりにくいんですけど、うん、トラクターの絵とか描いてるんですけど。はい。で、なんかすごいいろいろ絵が描いてありますよね。はい、例えばなんか、じゃあそういうトラクターの絵とか、他にはなんか、はい、馬みたいなのも見えます。そうです。相馬っていうのも多分地震のテロップでよく出てたんですけど、相馬は、馬をなんて言ったらいいですか、伝統行事で馬を大事にしていて。はい。まあ、会津もそうだったんですけどね。うん。はい。そういう、まあ、相馬って、双子の蓋、うん、に、馬って書いて相馬なんで、うん。はい。はい。まあ、馬の産業が盛んであったりとか。はい。そんなのがあるんですよね。で、まあ、いろいろ、あったんですけど、はい、浜通りっていうのが私の中では、どっちかっていうと昔、会津若松に住んでたことがあるんですけど、はい、その時に持ってたイメージは、どっちかっていうとリゾートっぽいイメージなんですよ。うん、海の幸があって、で、フラダンスでしたっけ？映画になりましたよ。あれですか？なんかありますよね？ハワイアン。はい、はい。みたいなとこ。岩木の方かもしれないですけど、うん、ちょっと場所はっきりは覚えてないんですけど、はい、あれもそうなんですね。はい、なんで、あの地域マリンアクティビティとかあったりとか、
まあ、そういうエリアのイメージだったんですけど、はい、震災以降は、風力発電であったりとか、はあ、あとドローンがあったりとか、はい、ドローン、うん、テクニック系の感じのものの開発っていうのをたくさんしてるみたいなんですね。へえ。で、これ日産自動車さんが入ってるんですけど、はい、日産自動車さんが電気自動車っていうのを普及させていくっていうのもあって、うん、でそれのお手伝いを日産の方はされてる感じで、はい、その電気ステーションみたいなやつですね、はい、そんなのをされてたりとかっていうので、いろんな企業が本当に入ってたんですよ。ああ、そうなんですね。じゃあ企業も。はい。一緒に。はい。そうなんです。で、私はまあ、もともと、その建築士っていうのもあると思うんですけど、建築士がやるイメージはもしかしたら、まなみさんにないかもしれない。電気配線とかやってたんですね、私は。はい、ああ。建築士がやることなんですか、はい、なんていうのかな、うん、なんか電気専門の方なのかなって。確かに電気配線と言われると、うん、ね、イメージそうですよね、うん、確かまなみんさんと今 FM ギロワンの、はい、はい、まさに、ね、工事中、はい、リニューアル工事中はい、はい、そういうのの電気ですね、うん、はい、を考える人で、うんうん、まあ、照明とか、まあ、インテリアもやってたので照明器具とかそんなのやるのイメージにあると思うんですけど、うんうんうん、それを配線から考える人だったんですね。ああ、器具だけじゃなくて配線から。へえ、はい、でその配線っていうのだったりコンセントだったりとかっていうのも関係してくるんですけど、はい、うん、電気自動車のコンセントの準備っていうのはここも、うん、何年かはずっとしてたんですよ。あー、なるほど。はい。なんかね、最近はそれこそこの家にそういうなんていうんですか、ステーションみたいなのがあったりするところもありますよね。はい、うん、その電気用の、電気自動車用のコンセントの準備をしないっていう人もたくさんいるんですけど、はい、あー、でも国は、うん、電気自動車にシフトしていきたいっていうところがあるので、はい、うん、はい、なくなるガソリン車、100% のガソリン車っていうのが生産中止になるっていう話もあったし、今後、はい、もちろん中古車としては売られるんですけど、はい、電気とガソリンのハイブリッド車もしくは電気自動車があるみたいなところがあるので、その説明をしてコンセントをつけるっていうような、はいはい、打ち合わせとかをしてた、うん、してたというかしてるというか、はい、うん、はい、現状をお伝えしていくっていうことでたんですけど、はい、うん、実際にその電気に、え、違う、電気自動車に電気を供給するっていうコンセントは準備 それでしてくださるんですけど、はい、電気自動車から家に電気を送る、うん、戻すというか、はい、うん、はい、逆パターン、その被災した時には電気自動車から電気を使いますよっていう、その逆パターンっていうのを、うん、準備していないと、うん、やっぱりそういう震災の時には困るので、うん、でそういう体験ブースとかっていうのもあったんですよ。はい、実際 、はい、できるんですね、この車からなんていうんですか、この例えばそういう災害とかに遭ってしまったとかってなって、はい、電気が止まってしまったっていう時に車から供給するっていうのが可能なんですね、はいはい、あ、そうなんです、可能なんですよ。すごい、はい、あ、ジュン兄さん、自分、はい、電気自動車持つならそれのコンセントを自宅に持つのが推奨されてるのですね、疑問が解けましたということで、ありがとうございます。疑問あったんですね。ねえ、うん、じゃあ、あれかな、電気自動車持つことも将来やっぱ検討されてるんですかね、ジュン兄さんも。ですかね。そう、電気自動車を今持ってて家についてない方は、うん、買った車のディーラーのところに行くか、うん、まあ、コンビニとかにも実はそういうコンセントって
設置されてたりするんですけど、はい、まず自分が電気自動車に乗ってなかったら気づかない人も多いんですよね。ですよね。私も、はい。わからないかもしれない。そう、一緒にその絵を描きに行った人たちも、え、これ都会にもあるの?みたいな話をしていて、都会こそいっぱいあるよっていう話してたんですけど、はい、やっぱり、職業柄多分目にしてるんですけど、一般の人にはだから目についてないっていうことが多いのと、うん、まあ、その電気自動車っていうのは、あのガソリンほど持つんだったらやるけどね、みたいに言ってる人が多いんですけど、はい。はい。電気自動車っていうのはもうそのコンセント見つけたらで、うん、あの充電するっていう、うん、それが大事なんですね。それみたいになくなったら入れるっていうものではないんですよ、はい、常にコンセントを見つけたら充電みたいな、はい、そうですそうですそうです。でイオンとかでも大きいところ、はい、多分ライカムとかにはそういう場所あると思うんですよ、うんうん、なんかあれですよね。電気自動車用みたいな駐車場とか。あ、そうそうそう。あるところですよね。はい。それはもう常に見たら充電しとくっていうのが結構大事ですっていう話と、うん、フルマックスあった状態で、うん、はい。ここの会場では IH が2つ。うん。IH2 つと、まあ福島なので暖房ですね。うん、暖房と、電気ポット。うん。ティファールみたいなやつだった。はい。保温するやつだったかな、うん、ちょっと、ポット、どういうのか忘れましたけど、あと電子レンジが置いてあって、うん、はい。これだけあったら、まあ、調理とかはできるじゃないですか。うん、できますね。暖房取れるじゃないですか。はい。はい、で、これで、どれぐらい持つんですかっていうのを聞いたんですよ。うん、でここに映ってるのはリーフなんですけど、はい。のリーフ1台で丸4日持ちますって言われます。結構大事だなと思って、それ。はい。ねえ、そうですね。はい。なんで私は建築屋さんなんで、コンセントの話しかできなかったんですけど、うん、具体的にどうなのだっていうのを知らなかったけど、うん、はい、すごい大事だなって思ってる、うん、思ったのと、それ以外にも、まあ、浪江町とかでは、イベントやってて、うん、ビーチで映画をみんなで見るみたいな、お映画鑑賞会みたいなのをするらしいんですね、はい、うんうん、でその時にもこういうリーフみたいな車を持っていくんですって。へえ、はい、日産自動車がそうやってねタイアップして入ってくれてるんで、そういう自動車があったりとか、あと街を走ってるちっちゃなマイクロバスみたいなやつ、うん、バスの代わりに走ってるみたいな感じなんですけど、はい、うん、電気自動車になってたりとか、はい、いろいろそういう取り組みをされてるんですけど、それもいいなと思って聞いたのは、はい、まあ、建築現場でも、うん、今日のところでもそうなんですけど、発電機って なんとなくイメージあるじゃないですか。発電機、はい、ね、ビーチパーティーとか沖縄だったらあると、はい、なんですけど、電気自動車ってめっちゃ静かじゃないですか。はい、だから、映画の音を全く邪魔しないらしいんですね。へぇ、あ、そんなにはい。いや、そっかと思って。うん、なんか、それすごい大事だなって、だからし、うん、ね、暖房つけてるけど夜うるさいとかなったら、はい、困るじゃないですか。ね、そうですよね、はい。はい。それが静かってすごいいいなと思って。なんか、そんなようなことを、いろいろ思いながら、絵を描いてました。なるほど。ね、全然考えもしなかったところですけど、でも結構重要ですよね、音とか。そうなんですよ。ダンボールベッドとかね、壁の仕切りとかのサンプルもあったんですけど、はい。はい。まあ、それはそれでいいんですけど、そういうユニット、うん、が入手できない場合の作り方っていうのはやっぱり私たちも発信していかなきゃいけないなっていうふうに思ったんですけど、はい、別に6本2リットルのペットボトルが入った箱でも作れるので、はい、そんなんもね、建築屋さんインテリアやってる人としては、はい、発信していかなきゃなと思ったりもしたんですけど、はい、その音の静かさに感動してむしろ感動、感銘を受けてしまったみたいな、はい
はい。そしてコンセント大事だってこれからも言っていこうみたいな。はい。ねえ、でもなんか私も今日この話聞いて、なんかもう電気自動車とかあんまり、なんですかね、ちょっと当分は程遠い話かな、みたいな、思ってたんですけど、はい。はい。なんかそんな意外な活用方法というか。うん。いや、そうですね。はい。で、その電気自動車を作るやつも、水素のエンジンとかっていうのも聞いたことあると思うんですけど、はい、水素利用して、その電気自動車のやつもやってるらしいんで、うん、あの取り組みとしては。はい。はい。だから電気が、悪みたいなこと言われることもあるけど、人は水素使ってるんです、みたいな。はい。はい。ことをおっしゃってました。ああ。だから、はい。あ、そうか。そういうのもあるんだ、と思って。やっぱりね、なんか先を知るって大事だなと思って。はい。あ、じゃあ、さんごめんなさい。はい、テイラー・スウィフトのライブの動画してなかった。あと1分ちょいですね。はい。はい。でも、じゃあそれすごい、いい、なんか経験をしましたね。でも私も、福島行ってみたいなと思いました。この、うん、なんだろう。その、復興して、今、ね、すごい、綺麗になってるっていう話。とか、はい、テクノロジー化というか、うんうん、いやいいとこですよ、本当に。ぜひぜひ行ってみてください。ご飯美味しいし、はい、あ、そう、ご飯の話も聞きたかったですね、また今度。はい、ということで、もうあっという間にお時間になりましたので、はい、じゃあまた来週、はい、はい、生放送よろしくお願いします。はい、お願いします。ヤンキツさん、ジュンニーさん、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。